ット横浜プレゼンツ、ハマリポ放送部マイルートの日。夕方5時半になりました。マリン FM をお聞きの皆さん、横浜ハンマーヘッドスタジオ前にお越しの皆さん、こんにちは。公開生放送でお送りしています、横浜愛あふれる浜っ子、ハマリポ放送部部長のみーちゃんこと川内瑞希です。いやまあ、ちょっと週末お天気もビヨンとしてますけど、まあ、独特な効果音言っちゃいましたけど今横浜はイベント盛りだくさんで、なんて言っても横浜開港月間とありまして、5月の3日はザ・横浜パレード、そして今週この今土日はトライアスロンの、うん、大会が開催されていますし、また来週は石川町で裏フェスが開催されたりですとかですね、すごく盛り上がっています。その後は浜フェスとかね、あと横浜開港祭と、週末イベント盛りだくさんの横浜です。皆様いかがお過ごしでしょうか、楽しんでますか。さてこの番組、ハマリポ放送部マイルートの日は毎月第2土曜日と第4土曜日のこの時間、夕方5時半から30分間公開生放送でお送りしている横浜好きのための横浜特化型情報番組です。私みーちゃんが部長を務めまして、さらにハマリポリポーターとしても活躍中の部員の皆さんと一緒に横浜のおすすめスポットをご紹介したり、ゲストを招きしてディープな横浜情報を伺っていきます。ではですね、もう先ほども私の相槌を打ってくださった講師の部員ご紹介します。アット横浜シーズンアンバサダーの高橋しおはちゃんです。しおはちゃん、こんにちは。こんにちは。いや、久しぶりのハマリポ放送部ですね。いつぶりですか。なんか記憶では11月ぶり、はい、嘘半年ぐらい経っちゃいました、はい。全然 そんな感じしてない。なんか私もそんな感じしてなかったんですけど、はい、ですし、はい、4月から、はい、マリン FM の月曜の顔になられましたね。そうなんですよ。だから今まではすごいマリン FM さん来るのすごい、うんうん、何回かに1回しかなかったんですけどあとほとんど毎週来てるので。ですよね、はい、番組名は横浜ボイスストリートの月曜日を担当しています。もう聞いてますよありがとうございます。しおはの横浜コーナーありますよね。あります私フラワー会も聞いたりとかして、はい、あれ毎回ご自身で、そうですね、取材とか行かれるんですか。実際に足を運んだりとか、うん、まあ、あとはイベント情報を見たりとかで、うん、こう旬な情報をお届けしております。うわなんで笑ってるんですかいや、ね、横浜好きのしおちゃんにとっても、はい、うんうん、なんか楽しそうだなと思って聞いていて、とても楽しませていただいてます。ちょっと生意気な言い方ですけど。いやー、とんでもないです。そんなしおはちゃんと一緒に今日はお届けしていきます。テーマが横浜の町中華ということで、はい、皆様ぜひハッシュタグハマリポ放送部、浜はひらがな、リポはカタカナ、放送部は漢字でつけていただきまして、ツイートください。ご紹介させていただきます。ではですね、そろそろ始めてまいりましょう。アット横浜プレゼンツ、ハマリポ放送部マイルートの日、せーの、スタート。横浜をスマートに楽しもう、マイルートアット横浜。ハマリポ放送部マイルートの日、まずはこのコーナーからスタートです。しおはちゃん、お願いします。はい、横浜の最旬スポットやグルメを紹介、横浜調査隊。イエイエイ。あって横浜のリポーターが横浜の最旬スポットを紹介するコーナーです。しおはちゃん、リポートしていただくんですよね。はい、今回は横浜の町中華についてリポートしたいと思います。はい、事前にツイッターでもコメント募集させていただいていて、はい、たくさん情報をいただきました。そうですね、ホットケーさん、はい、横浜橋商店街の水雷亭さん、うん、水雷丼400円なんだそうなんですけど、安い。ちょっとすごいですね。お写真もこれ美味しそうですね。美味しそう。もやしに卵にチャーシューにメンマネギ、うわー、この卵がなんていうの、揚げ焼きと言いますか、はいはい、パリパリしてそうな感じがちょっと、なんか熱々の鉄板鍋で焼いてそうな、美味しそういやそして仏さん、もう一つ
中区本郷町のリエンさん、うん、餃子とトマトの中華料理絶品ですと、トマト、あ、写真つけていただきました。あ、赤いスープだー。え、そう、しほちゃんトマトラーメンとか食べたことあります？いや、もしかしたらないかもしれないです、うん、いや、私もないんですよ、実は。ちょっとどんな、なんか中華でトマトねえ、たまに見ますけど、こうなかなか挑戦できてないですよね。できないので。でもあの、すごい行列のできる有名店なんだそうで、うん、大人気なんですね。行くしかないですね。いや、麺好きなので私。あ、私もすごい大好きです。はい、ぜひご一緒させて。ぜひ。それで、あの、しほちゃんも、はい、あの、まあ、行きつけのというかおすすめのお店あるんですよね。はい、そうなんです。私が今回ちょっと紹介するのは、まあ、中華といえばね、横浜の皆さん中華街を思い浮かべるんじゃないかなと思うんですけど、うん、はい、今回はちょっと横浜駅の方によりまして、はい、はい、横浜駅にあります、うん、リュウマイさんというお店を紹介したいと思います。リュウマイ、はい、あのリュウに味と書いて、リュウマイと読むお店なんですけど、はいはい、まあ、ここは本当にいつも行列でですね、本当、うん、平日のお昼なんかに行こうと思えば、うん、全然もう入れないぐらい行列で、そうなんです、まあ、ここは、ダイヤモンド地下街の奥 の、 あの駅には横浜というビルの中にあるので、はい、まあ、横浜駅から5分ぐらいですかね。あ、地下でつながってるって感じですかね。はい、そうです。地下をこう奥に行くとあるお店なんですけど、まあ、ここの大人気メニューがですね、横浜発祥のサンマーメンというね、はい、もう浜っ子です。だったらもう知っているであろう、あのサンマーメンがすごい大人気のお店なんですけど、うん、まあ、サンマーメンなんだろうってちょっと思った方がいるかもしれないので、そうですね、改めて確認して、改めてちょっと説明すると、はいはい、サンマーメンというのは、うん、とろみのついた野菜やお肉のあんかけがかかっているラーメンのことで、うん、サンには新鮮でシャキシャキとした食感という意味があって、そんな意味があるんだ。マーには上に乗せるという意味があるので、まあ、お野菜がね、新鮮なお野菜が上に乗っているラーメンだよというのがサンマーメンなんですけど、はい、そうなんです。え、はい、あんかけの意味はつい特についてなかったんですね。ついてないですね。サンマーには、はい、そうなんです。まあ、そう、大人気なサンマーメンなんですけど、うん、はい、まあ、こちらのお店もすごいお手軽価格ですね。価格で、いくらなんですか？はい、あのサンマーメンなんか550円でおやつ食べれるということで、まあ、他にも餃子だったりとかチャーハンとかも人気メニューいっぱいあるんですけど、それも大体、まあ、600円前後で食べれるというすごいお手頃価格な、いいですね。いいですよね。1000円でお釣りが来ちゃうという。そうなんですよ。うわ、最高。でも量もしっかりあって、はい、すごい満足感があるので、めちゃくちゃおすすめですね。行きたいな。リュウマイというお店ですね。リュウマイです。でもサンマーメンは、うん、あの最初やっぱちょっとサンマーメンって結構濃いめの味だと思うので、こう味濃いんじゃないかなって思うんですけど、はい、まあ、最初スープ飲んでもらうと結構パンチがあるんですね、醤油味の、なんですけど、やっぱお野菜がすごいシャキシャキでたっぷりなので、うん、そのこの味の濃さうまく緩和されていて、でそのとろみもね、重すぎず軽すぎず、うん、すごいあのいい感じのとろみが、もうちょっともちっとした細麺の中華麺に絡んでて、めちゃくちゃ美味しいんですよ。いや、もう食リポ神ですね。早く食べたいんですけど、もうこれは絶対ね食べてほしいなと思っているので、はい、はい、ぜひおすすめのお店です。ありがとうございます。皆様ぜひリュウマイさん、はい、行ってみていただきたいなと思います。マイルートアット横浜。それでは次のコーナー、しおはちゃんお願いします。はい、ハマリポ放送部の人気企画、横浜の達人。イエイ。このコーナーでは街の有名人をゲストに、横浜の街をさらに楽しむ方法をご紹介いただくコーナーです。今週の横浜の達人はこの方々です。横浜国立大学の大学祭実行委員、実行委員長小林慎之介さんと、企画部局長の川上淳さんです。上川淳さんです、ごめんなさい、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。いや、いかがですか、ちょっと緊張気味ですか？だいぶ緊張しますね。もうあの4人しかいない空間だと思って楽しくお話しいただきたいんですけれども、その大学の学園祭の今日はお知らせをしに来てくださったんですよね。はい、いつあるんですか？大学祭が来週の土曜日と日曜日ですね。あ、5月の20日と21日に、はい、うわー、
大学で開催されます。うわ、残り1週間ってめっちゃ忙しい時期ですよね。いやいやいや、まあまあ、ね、あとは本番を迎えるのみって感じ。かっこいいですね。準備万端で。そうですね。いや、どんな学園祭なんですか？そうですね、うん、あの横浜国立大学って大学祭が年に2回あるんですね、はい、あ、すごい。よく皆さんが行くような大学祭っていうのは多分秋の大学祭、常盤祭っていう大学祭なんですけど、はい、今回は新入生の歓迎の意味を含めた、はい、あの大学祭で清涼祭というものが来週開催されます。清いに給料の量を書いて、ね、清涼祭、はい、わあ。規模的には、まあ、どんな感じ、出展とかって結構あるんですか？はい、そうですねあの本学の学生さんが、まあ、有志とかあとサークルとかで企画団体として、はい、まあ、80団体から90団体ぐらいが企画をこう出していらっしゃる形です。例えばどんな企画があったりするんですか？そうですね、まあ、毎年目玉になってるのが、うん、あのステージでやる企画なんですけど、ダンスサークルさんがダンスの発表をしたりとか、あとは吹奏楽団さんが吹奏楽の演奏したりとか、うん、あとはもうずらーっとテントが並んで、うん、まあ、いろいろ食品を売ったりとか、いろいろあります。しほちゃん、あっておっしゃいましたけど、実はあれですよね、去年、うん、そうです、行かれてるんですよね。秋のあの学園祭の方で、はいはい、あのマイルートさんのちょっとブースをお手伝いさせていただいたので、はい、その時あのダンス部 の、うん、そのステージを見たんですよ、もうすごいかっこよくて、すごい盛り上がってたので、はい、見たいですね、またぜひいらしてください今回もありますんで、あ、そうなんですね、はい、その、まあ、企画というかそういったことも実行委員の皆さんが、まあ、調整されてるんですよね。そうですね、うん、本部企画と呼ばれるもので、まあ、大学祭実行委員会が運営する企画もありまして、はい、まあ、そちらはあの野外が音楽後堂と呼ばれる、まあ、広場みたいなところで、うん、行う企画だったりがありまして、はい、まあ、そこで走り回って、体力を決める、ものがあったりとか。ちょっとめっちゃ楽しそうじゃないですか。楽しそうですよねはい、はい、でそれがあって、まあ、あのまだ応募もあるのでぜひ留学生の方とかいろんな方応募していただけたらなって思うんですけれども、その広場って何、はい、どれくらいの広さがあるんですか？そうなんですかね、結構広くて、うんうん、一周しようと思うと、まあ、300メートルぐらいまであるんですお結構、まあ、250メートルぐらいですかね、あると思います。校庭の一周の、まあ、グラウンドより、まあ、ちょっと小さいけれど。そうですね、でもかなりありますよね。かなり結構広いですね。結構広い、はい、これどうして思いついたんですか、この企画？まあ、なんかあの最初はゴッとこみたいな感じで走り回るような企画があると楽しそうだなっていうところから始まったんですけど、まあ、そこから派生していって、まあ、こういう形でそのみんなが楽しめるような、見ても楽しめるようなものにしたいなということでなりました。いや、でもそのこれって代々続いてる企画？いや、そうじゃなくて今回が初めてなんですよ。そうなんですか。あ、で去年とかってコロナ禍で開催できなかったんでしたっけ？清涼祭はオンラインで開催になりましたね、はい、企画団体の方がオンラインで撮った動画とかを、うん、まあ、清涼祭っていう形でこうアップロードしたりとかしてました、じゃあまた、まあ、新体制といいますか、ね、リスタートの意味も込めてあるんですね、はい、なんか今日の、事前にポスターもいただいていて、テーマがオーバーチュア。はい、そうです。めっちゃかっこいいポスターですね。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、おしゃれですよ ね、 すよね、うん、パステルカラーがすごく目を引くんですけど、ポスターの案をこう広く募集して、うん、その中からこう選んで決めた形になります、はい、じゃあこの、まあ、テーマオーバーチュアに込めた意味とかありますか？はい、オーバーチュアっていう言葉が、うん、日本語だと序曲、序章の序に曲の曲で、はい、まあ、序曲っていう意味で、まあ、始まりに流される曲なんですけど、はい、まあ、コロナ禍が終わって、大学祭、まあ、新しい形でやっていきたいなっていうのと、あとはそもそもの清涼祭、新入生を歓迎したいなっていう意味を込めて、まあ、これから始まる大学生活に向けての、まあ、始まりの曲ってことで序曲っていう意味を込めさせていただきました。素敵ですね。そうなんだ、じゃ あ、まあそういったあの2日間に開催されるイベントですけれども、なんかトークショーとかもあるんですか？そうですね、昨年度の、まあ、ミスミスターコンテストのグランプリを受賞した方とかによる、まあ、トークショーが夜あって、まあ、そこで夜花火も打ち上がったり。あら、素敵、めっちゃ豪華ですね、うん、私あのキャンパスから
そうです。どの辺から打ち上げるんですか。でも結構丘ですよね、大学。そうですね、まあ、打ち上げる場所はちょっと秘密なんですけど。あ、秘密なんですね、はい、失礼いたしました。でも大学に入ってたら多分どこからでも見れるので、ぜひご来場いただければと思います。楽しみですね。そして縁日もあったりするんですか。そうですね、図書館の1階で、あと子ども向けの企画にはなるんですけども、まあ、いろんな方々に、年代の方々に来ていただいて、まあ、射的だったりとかボーリングみたいなことをしていただけるような企画もございます。わ、いいですね、ザ縁日いいですね。しかも横国 の、 あの私高校生の時オープンキャンパスで図書館行ったことあるんですけど、はいはいはい、すっごいおしゃれですよね。そうですね、ガラスとか結構使ってて、ガラス張りで綺麗ですよね。高さも2階建てですか、はい、そうですね、1階、ね、2階からが図書館みたいな感じで、はいはい、1階はまあ吹き抜けと、普段はなんか書家っていうカフェがあって、まあ、なんかそういうスペースで開放されてますね。シャレ、シャレ、キャンパスライフいいですね、羨ましい。いい、充実されてますか。まあでも楽しいですよ ね、 楽しいです、ね。何よりでございます。ではあの、まあ、改めてですね、学園祭の楽しみ方について実行委員長に伺いたいんですけれども、はい、先ほども申し上げたんですけど、うん、学生さんがいろいろ自分で企画して、うん、いろんな企画があるので、まあ、それをずらっとこうテントが並んでるとこを歩きながら楽しんでもらって、うん、あとはですね、門の近くとか大学に行く途中とかで、はい、あの装飾、うちの実行委員会の編集部っていうところが作ってくれた校内装飾があるので、うん、それも見ながら道のりも楽しんでいただければなと思います。どんな装飾なんですか。これ聞いて大丈夫ですか。大丈夫です。ああ、装飾、そうですね、入場門とかをこう作ってくれたりとか、うん、あとはこの正門から階段を上がるんですけど、うん、その階段アートを作ってくれたりとかしてくれてますね、テーマというかどんな感じの。そうですね、オーバーチャーが、まあ、序曲っていう曲がちょっと入ってるので、うん、ちょっとあの音楽系の装飾とかが、まあ、音符みたいな。そうですね、いいですね。そういったところも注目していただきたいですね、うん、やっぱり横国ってめちゃめちゃ広いじゃないですか。そうですね、広いですよね。装飾もすごい大変ですよね。あ、大変だと思います、ね、はい、設置とかすごい大変そうです、ね。ちなみに最寄り駅って結局どこになったんですか、横国って。最寄り駅、いや難しいですよね。難しいですよね。まあ乗る路線によるかなっていう感じなんですけど、まあ、何個あります、まあ古くから使われている水沢上町とか、最近できた羽沢横浜国大とか、まあ、和田町駅とか、うんうん、まあ、そこら辺が駅だとあるんです。そうですね、まあ、大体東京からこう来る学生さんとかだと横浜駅から校内まで入ってくるバスがあるので、そのバスに乗ってくる方が多いと思います。便利ですね。便利です、すごい便利です、うん、やっぱスクールバスじゃないですか。あ、本当にそうです、ね、多分なんかもう大学生さんしか乗ってないんで、じゃあこの学園祭の時はあのお客様ってどのルートがおすすめですか。バスは、うん、あの平日だけしか運行してないので。そうなんですね。そうなんですよ、学園祭の時はちょっと運行がないので、うん、申し訳ないんですけど、まあ、大体あのその装飾が一番あるのが正門の近くなので、はい、うん、正門に一番近いのがブルーラインの三沢上町駅なので、うん、そこからお越しいただくのが一番大学祭楽しめるかなと思います。いやー、もういいこと聞きました。正門からもう ちゃんと正規ルートで、正規ルートで楽しませていただきたいなと思います。ではですね、あのお時間がそろそろ迫ってきました。改めて、学園祭の告知お願いいたします。はい、今年世界祭される清涼祭ですね、来週の土曜日と日曜日5月20日と21日に本学の常盤台キャンパスで開催されます。去年と違って感染症対策であの人数制限とか事前予約はいりませんので、ぜひあの土日空いてる方はいらしてください。お待ちしております。ありがとうございます。横浜国立大学大学祭実行委員会実行委員長の小林慎之介さんと企画部局長の上川淳さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。横浜をスマートに楽しもう、マイルートアット横浜。それでは最後にお出かけアプリマイルートのお知らせです。はい、横浜の移動に便利なマイルートアプリですが、さらに便利なアプリに生まれ変わりました。行きたいをつなげるおでかつアプリ、お出かけメモ、マイステーション、お役立ち情報など欲しい情報が簡単に見つかるようになりました。もちろん従来のルート検索や交通チケットの機能もさらに充実。マイルートはおでか
お出かけ活動、略しておでかつにさらに便利なアプリとなってます。はい、もう観光する方にもお使いいただきたいんですけれども、まあ、私のような、まあ、地元民の方もぜひご活用いただきたいなと思っています。はい、横浜市民の皆さんにおすすめの機能がマイステーションです。マイステーションはアプリのトップ画面によく使う駅やバス停の時刻表を表示させる機能なんですが、次の発車まであと何分とか遅延情報なんかも表示されるので、家や職場を出る前に確認するととっても便利です。私も毎日チェックしてます。この他にも横浜市営地下鉄や市営バスの1日乗車券など便利なデジタルチケットもマイルートアプリで購入できますので、横浜在住の方こそぜひマイルートアプリをダウンロードして使ってみてください。はい、浜っ子に必須のアプリでございます。しわちゃん、ご紹介ありがとうございました。というわけで今日のハマリポ放送部も楽しくお届けしてまいりました。お久しぶりの登場でございました。しわちゃん、いかがでした？いや、久しぶりでちょっとちゃんと喋るかなって思ったんですけど、うん、いやいや、何言ってるんですか。月曜の顔ですよマリーの。はい、まあ、ちょっと、うん、ボイスストリートさんでもちょっと力をつけてきたので、うん、またこうしてハマリポ放送部でもしっかり横浜をレポートできてとても楽しい時間になりました。ありがとうございました。ありがとうございます、ね、横国の皆さんも清涼祭ご案内いただいて、うん、はい、なんかオープンキャンパスの意味合いも兼ねてるそうで。あ、そうです ね、受験生の皆さんになんか模擬授業みたいな、うんうん、受けられたりとか、はいはい、いや、この時期に受けられるってすごいいいなって思って。ね、いいですよ ね、モチベーションになりますよね、受験勉強のね、うんうん、ぜひ皆様、受験生の方も清涼祭、横浜国立大学です。来週の、20日と21日、はい、土日開催ですので、ぜひ行ってみてください。はい、まあ、そんな感じで、あとテーマに横浜の、まあ、町中華、うんうん、いっぱいコメントもお寄せいただいて、ボブさん、ありがとうございます。18番というお店、おすすめです。若葉町にあるそうです。どんなメニューいただけるんでしょうか。あとですね、ハマリポ放送部にも来ていただいた馬車道10番館とか、はい、発列案をの、まあ、代表ですね、本田初穂さんから、はい、館内の日高屋のレバニラは美味しいとコメントいただきました。日高屋ってチェーンですよね。あの日高屋ですか ね、いや、初穂さんがおっしゃるんだから間違いないとは思うんですけど、うんうん、ここをチョイスされるのがまた粋だなと思いました。そんな感じで、あとは、まあ、でもたくさんハッシュタグハマリポ放送部をつけてコメントをお寄せいただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございます。このようにですね、横浜の素敵なスポットやグルメご紹介してまいります。次回の放送も本当に楽しみです。お出かけアプリマイルートでは移動時間の検索やデジタルチケットの購入もできますので、さらに便利にご活用ください、うん、これからも横浜の情報をたくさん発信していきますので、マリン FM ハマリポ放送部マイルートの日並びにアット横浜 YouTube 公式チャンネルの登録もよろしくお願いします。次回の放送は5月27日土曜日となります。部員の方はですね、しおはちゃんと一緒のアット横浜シーズンアンバサダーに選ばれましたリリアさんにご登場いただきます。リリアちゃん、しおはちゃん もちろん関わりありますよね。はい、もう横浜美少女図鑑でも一緒に活動してますし、うん、すごい元気で明るいリリアちゃんなので楽しくしてくれると思います。楽しみです。ぜひ皆様来週もお聞きください。では名残惜しいですがお時間となりました。この時間のお相手はみーちゃんこと川内みずきと高橋しおはでした。ではこの後の横浜の夜もお楽しみください。せーの、いってらっしゃい。